18歳の人さ、え、止まっちゃった。ねえ、あと2時間でお誕生日です。誕生日画面だ、本当だ。僕も18歳です。え、本当に若い若い。夜ご飯何食べた。夜ご飯は担々スープみたいなごぼう麺のやつと、なんか76キロカロリーの鶏雑炊と納豆と餃子ですで、はい、それ食べました。美味しかった。うどんじゃないんです。なんかうどんとそばじゃなくて、それがごぼう麺になってるんですよ。だからごぼうスープを食べてるみたいな。それで101ぐらいで、めっちゃヘルシーでした。あ、こんばんは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 。いっぱい来てる、ありがとうございます。ルーちゃんかわいいって、嬉しい。初見、あ、ありがとう、嬉しい、ありがとう。そう、ヘルシーです、とっても。アイコンお願いします。ありがとうございます。もうね、明日誕生日ですよ。今日の服はどんなの。ちょっと待ってくださいね。今日の服はこんな感じです。じゃん、赤いやつです。あ、見えた方が可愛い。今日はね、ちょっとね、アメブロとか更新したいので、ちょっとだけやります。下はパジャマです。さくらんぼのやつ、さくらんぼ柄の、さくらんぼ柄のやつです。え、これ中2とかに原宿とかで買ったやつです。ルーちゃんリップ何使ってますか。これ今日はこれです。キャンメイクのステイオンバームルージュ3って書いてあるやつです。ルージュの食生活意識高いの。いやいや、全然全然、これくらい気をつけないと。まだ高校生くらい。ああ、やばいやばい。なんかコメントをスクロールしようとしたらあれになっちゃった。あのホーム画面に戻っちゃいましたお仕事戻ります。あ、頑張ってください。お仕事遅くまでお疲れ様です。頑張れちゃん。もうお風呂入って、お風呂まだです。あと2時間で進化するんだね。え、でもそんなに。うん、そう、進化します。そうなんですよ、進化するんですよ。そう、でも18歳から19歳ってなんかそんなに変わんないですよね。
ラストティーンだった、ラストティーンだったって感じです。毎日入ってくださいね。毎日入ってます、もちろん。ふけるね、かっこさと顔で面白い。いや、ふけるねは思いっきり悪口ですからね。あ、今日あれ撮ったんですよ、 SK48 のおうちラジオを撮ったんですけど、公開される日がね、まだ6月17日なんですけど、19歳になる前に今日撮りました。10代10代言いまく得意なんだ。確かに18歳、あと2時間で終わっちゃう。3回目のオチラジオか。19はまだなってないから言えないです、まだ言えない。でも18歳あと終わっちゃうから、しかもお家にいるからママとしかね喋らないから、ショールームとかでね18歳って言っとかないと。だって18歳、もう本当に18歳。でも早く20歳になりたいんですよ。あ、でもそういうのはあの明日喋ります。18歳。楽しみ。あ、皆さんぜひ12時になったらハッシュタグ井上瑠香生誕祭で、井上瑠香生誕祭2020か、それでつぶやいてください、ツイッターで。はい、目指せツイッタートレンド入り。大きい夢すぎる。そう、あの写真とか載せるときはあの可愛い写真をぜひ載せてください。なんかちょっと丸みたいな写真はダメですよ。丸いんですけど、そう、もう誰これはもう可愛いっていうやつを載せていただけると嬉しいです。はい、ルカもちゃんと見たいと思います。井上瑠香生誕祭2020で食べてください。微妙なシーンは絶対ダメです。うん、もう本当にかわいい写真を載せてください、絶対に。それが19歳のお願いです。じゃあ写真を指定してください。指定してんなら選びたいです。かわいいなって思うし、なんかインスタとかインスタに載ってるのがなんか漏れたやつ、あ、ツイッターももちろんとか755にも載せてます。そう、この間ね755になんかどれぐらい拍手が来るんだろうって、755はなんかツイッターのいいねが拍手みたいな、ツイッターのいいねで言うのが755の拍手みたいな感じで、拍手押したら押して拍手どれくらい来るかなって言ったら、なんと10万拍手来たんですよ。めっちゃ嬉しかった。今可愛い写真でもなんかショールームの写真はあれですね、ちょっと2019年で一番可愛いでしょう。やっぱりねツイッターはいろんな方が見てるので、誰が見てるかわからないので、可愛い写真を載せていただけると嬉しいです。まるっみたいな写真で、丸いんですけど、それはもう承知の上なんですけど、皆さんが思う可愛い写真をぜひください。ハート、どっちがいいかな。ハートです。あ、そうなんですよ、ちょっと今から丸い写真探してください。それは本当に見てくださいね。ショールームの判明アウトだね。いや、めっちゃアウトです。いや本当にあのこれ本当にガチのガチの振りじゃないですからね。はい、
お願いします。そう、あとあれなんですよ、今何時だ、6月の14日になんとね無観客公演がね決定したんですよ。昨日発表されたんですけど、あえもう本当に筆じゃないからね、うん本当に違う。はい、ということでね、明日、あなんかめっちゃキラキラしてる、あのねあれなんですよ、通常16人なんですけど無観客公演ということで密を避けて環境とかにも気をつけてリハーサルが始まったりしてるんですけど、6人ということでね、はい6人なのでどんな感じかね、もう覚えることとかがもうたくさんでって感じなんですけども、それより何よりもどんな形であれ劇場公演ができることが本当に嬉しいし、なんかその劇場公演をするっていう判断をしてくださった大人の方たちに感謝の気持ちを忘れずに、多分公演を楽しみにしてくださっていた方がたくさんいる中での一発目の S 公演の6人の中に選んでいただいたので精一杯頑張りたいと思います。見てください皆さん。そう、それで明日誕生日になるんですけど、そうあのねできるかできると思うんです、はいできます。そうでもね何時から9時40分ぐらいにはできると思う、まだはっきりは言えないんですけど多分9時40分からはできると思うんですけど、ちょっと前の配信でメイド服ファッションフォーユーの3位のお礼配信も明日のショールームでメイド服を着てやるっていうことだったんですけどっていう感じでショールームでなったんですけど、まだメイド服が本当に来るか分かんないんですよ。明日にならないと分かんないんですよ。明日家の宅配ボックスに何もなかったら何もないんです。そうなんそういう感じで本当に分かんないんですよどうなるか。でもちゃんと誕生日配信はやろうと思ってるので皆さんぜひ見に来てください。はい、あれエプロンじゃなかった、エプロンはあるんですけど、ちゃんとしたやっぱりメイド服の方がなんかそっちの方がねエプロンだとなんか変な感じになっちゃうので、そうでも明日はちゃんと配信するので見に来てください。9時40分から1時間ぐらいやれたらいいなって感じです。はい、そうということでね、そう14日の劇場公演が本当に楽しみです。めっちゃ嬉しかったです、めっちゃ嬉しい。どんな気持ちでしたか発表された時。そうレッスンとかもやった、昨日やから始まったんですけど、ね環境とか密とかを避けてソーシャルディスタンスを守ってやってます。換気とかすごいしてやってます。嬉しかった、おーって感じ、ついに来たって感じ、泣きました、全米が泣きました。マジかーって思ってよ、素直に驚いた、軽く泣いた。そうなのでねいっぱい練習してます。頑張ります。あ、そう届いたんですよ、届いたんです。あ、めっちゃ嬉しいってコメント来てるね、嬉しいですね皆さん、
絶対見てください。14日5時から。じゃーん、カモン、届きました。でかっ。なんか暗いかな。届いたんですよ。じゃん、クマでーす。ショールームの、じゃーん、てってってってて、クマクマクマ、僕はクマ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 。じゃーん、名前はありますか。ありません。あ、ミラーボール来た。こっちだっけ。ミラーボール合ってる。この間逆だった。クマとハメノルちゃんが撮れて、それダメですね。クマ明日の配信で見せたいと思います。じゃん、嬉しいです。クマ、え、名前何がいいかな。ママ何がいいと思う。アイちゃん、アイちゃん、クマっぽくない。アイちゃん犬だもん。アイちゃんいいね。クマ太郎もいいけど、クマ太郎。クマ太郎っぽくないですか。チンチコチンのクマと一緒かも。熊之助、プーさんいいね。プーさん、プーさん、まあ皆さんの好きな名前で呼んでください。嬉しい、イエーイ。あ、17分だ。あ、メス、なんでもいい。あ、ミッフィーにします。ミッフィー、ミッフィーです。ミッフィーちゃんです。はい、18歳、ラスト配信だ。そう、ショールームのクマなんですよ。皆さんのおかげでゲットできたクマです。そう、皆さんのおかげでゲットできたんです。ありがとうございます。皆さん一生大事にします。ありますかね。なのでね、明日その配信するときは一応9時40分頃を目安にしてやりたいと思います。でもね、そう、明日もレッスンとかリハーサルなので、はい、まあ分かり次第告知したいと思います。そう、明日9時半から9時40分まで、そう、くまさんと、熊崎遥さんと、にじゃないよです、くまさんと、そう、誕生日の日ににじゃないよなんですよ。めっちゃ嬉しい。大好きなくまさんとのにじゃないよ、ぜひ聞いてください。あ、くまさんでいい。くまさんかわいい。どっちのくまさんもかわいすぎる。皆さんぜひ。で、次の日は、ゆずきさんと、鎌田夏樹さんと、サンジャナイヨでーす。初めての生放送のラジオ、サンジャナイヨです。ん？え？生放送でやったことあったっけ？収録だった気がする、サンジャナイヨ。誰？ああ、10時から10時半の時間帯になってから初めての。皆さん12時になったらハッシュタグでいっぱいツイートしてください。ハッシュタグ井上瑠香生誕祭2020でいっぱいツイートしてください。してくださると嬉しいです。
ゼラポジの放送日は確か6月20日だった気がします。明日の二重内容も聞いてください。トレンド狙ってます。本当にトレンド目指す、トレンドです。本当に目指すトレンドです。トレンド入りですよね。ツイッターの世界に向けてトレンド入りだ。はい、ということでね、もうそろそろ終わりにしようと思ったんですけど、今からツイートするのはダメですよ。え、メンバーのお祝い一番乗りは誰かね、誰でしょうね、気になりますね。あっという間ですね。はい、ということで18歳の1年も皆さんありがとうございました。はい、ただ一つ年を重ねるだけなんですけれども、皆さん応援、あ、それは明日よ。18歳ありがとうございました。見納めです。18歳の井上瑠香、後半は不完全燃焼ですね。そうですよね。そう、ファンの方に会える機会がねすっごい減って、メンバーにも会える機会も減ったので、そうなんですよ。だからね、ね、でもこうやってね18歳最後に皆さんとショールームでお話できたことが嬉しいです。スクショタイムしましょう。イエイ。なんか暗い？そうではないか。はい。18ってできない。手で。18？変だ。おかしいですね。18歳最後のウィンク？じゃあ一瞬ですよ。本当に一瞬ですよ。一瞬。スクショできましたか？18歳ラストウィンク。はい、スクショできた人はすごいと思います。テストで100点取れるでしょう。もう一回。わかりました。無理な人いっぱいいる。じゃあいきますよ。はい、今の長めだった。ちょっと可愛いポーズしちゃいました。おー、優しいですよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。井上ル、ハッシュタグ井上ルカ生誕祭2020でつぶやいてね。目指せトレンド入り。バイバイ。ありがとうございました。また明日会いましょう。18歳の1年、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。